で何を探しているのだ、バットマン。希望か？そんなものは見つからんぞ。かつては科学の中に恐怖を求めていた。原子こそが人の心に住む悪魔を解き放つので、それをお前が否定した。通気口から出れば戦車に殺される。遠隔ハッキング装置で一時的に検知を遮断できるだろう。ドローンのセンサー。終わりだ、ヒーローさん。さよなら。センサーを。ドローンのセンサーを一時的に無効にしたが、ハッキングできるのは一度に一台だ。その前のドローンはオンラインに戻るぞ。モンスターを倒してくれるお前のようなナイトがいたら、世界はどうやって真の恐怖を知ることができる？恐怖は本能だけで感じるものじゃないぞ、バットマン。真の恐怖とは希望がないことだ。そして希望とは雲の中に輝くコウモリの影。
まさかまだアイビーの古ぼけた上の上探し回ってるわけじゃないだろ。終わりだよ、バッキー。バーバラは死んだ。ゴッサムはスケアクローのおかしなジュースで窒息してる。お前の人気も職場見学日のフライング・グレイソンより早く落ちている。もう戦って守るものなんてないんだ。お前はゴッサムの安全を約束した。私の毒ガスは未知の世界はどうなっている。抑止力のはずのあの苗にも毒しながら。そして今お前になる。しかし心配するな。終わるのはお前の命でなく、お前の神話と希望だ。今夜希望が死ぬ。もっと分かりやすく言わなきゃいけないかな。スケアクローが勝った。もう守るべき町もない。ヒーローごっこをやめて自分がジョーカーであることを認めろ。
何も。完全に白と言い切れない者たちのリストは少しありますが、これだという容疑者は特におりません。アーカムの元従業員に絞ろう。クインシー・シャープは情緒不安定で、ヒューゴ・ストレンジにも動機があった。アーカムナイトは彼らの企みを後押ししているということですか？その通り。植物もやられたわ、バットマン。もう連中を止められない。撃破！ターゲット撃破！やった！撃破！ターゲット撃破！植物たちを見捨てないで！やった！バットマンがラドラーを。
それで終わりだ。バットマン、ガスはあらかた取り除いたわ。クラウドバーストを探してちょうだい。植物たちが死にかけてる。なんとかする。持ちこたえてくれ。アルフレッド、橋を上げてくれ。奴をブリークアイランドに。よろしいのですか。バッドウィングでクラウドバーストをスキャンしてくれ。弱点を探せ。私はコブラ戦車を片付ける。相手の罠にかかってはいけません。銃器の数では向こうが上回っています。いや、こっちが罠だ。
クラウドバーストの動作は電源は内部にありますが、オーバーヒートを防ぐための冷却系統が備え付けられています。そこが弱点だ。破裂の連鎖反応を起こしてクラウドバーストを破壊し戦車を撃退する。車両の冷却回路が特定できるようにスキャナーを再設定しておきます。スキャナーを作動させるには遠すぎる。気づかれないように戦車に近づいてスキャンしなければ。冷却ラインは戦車の表面に近いところを通っている。60ミリ砲なら破壊できるだろう。一発
では無理だが、近くに留まっているのは危険だ。攻撃してすぐに下がるしかないな。近づいて攻撃できるぞ。お前は決して勝てない
EMP 攻撃を無効化している。さあ終わりだ。
アイビー、クラウドバーストを破壊した。残りの毒を急いで浄化してくれ。アイビー。残念ですが、もう遅いかと。スキャンではガスはアイビーの植物を圧倒しています。彼女の元に行く。バットモービルは恐怖だ。まともに食らっている。屋上にいた方がいい。俺の最高にして最も恐ろしい兵器だ。俺は報復してやるんだ。お前とお前の仲間たちに。アイビーのようにな。俺の毒はあの